気候戦とは、現代戦において、戦車をはじめとした、走行戦闘車両を投入した戦闘を言い、これは現代戦の重要な部分となっている。特に戦車同士の戦闘は、戦車戦と呼ばれることが多い。気候戦の基本原理は、防衛戦に対して、気候部隊の機動力を使用して突破する能力にある。気候戦の実例の多くは、戦車、不評戦闘車、 自走砲といった車両の使用を中心としている。さらに機械化された戦闘工兵などの支援部隊も使用される。機行船の戦闘協議は第一次世界大戦の西部戦線で行われた残豪戦の膠着状態を打破するために開発された。また、軍事戦略上の結果としては、機動と決戦を主張した主張した19世紀の軍事学派の思想に回帰するものであった。 ソマリアのモガリシュで行軍するアメリカ陸軍の M1、A1 エイブラムスと M2 ブラッドレー。第二次国際連合ソマリア活動任務中の写真。1994年第1次世界大戦以前では、軍馬を装備した騎兵部隊が現在戦車の任務となっている役割を遂行した。すなわち、軌道により、不評部隊を突破し後方にある敵連絡船を攻撃することである。 しかし戦場へ、機関銃が配置されたこと。また、部隊側面の占有能力が増強されたこと。これらは、隙のない戦線へと至り、任務にあたる騎兵を非常に脆弱なものとした。空撮された残豪の様子。西部戦線で行われた、機関銃を装備した、不評部隊が残豪にこもって防御する、いわゆる残豪戦の非効率性は、指揮官たちに戦略。 作戦及び戦術上の停滞を強制し、これらを打破する必要から現代的な気候戦が開始された。以下の状況では、どのような種類の前進行動も、極めて父たるもので、多大な犠牲を引き起こした。戦車の開発は、戦争に機動力を復帰する必要性から動機づけられ、またそうするためには、移動中の兵員を、小銃や機関銃といった、 消火器の火力から防護することが唯一の方法であった。第一次世界大戦中、そして終結後も戦車の戦略的な運用の発達は父としたものであった。それは部分的には技術的な限界のためであったが伝統的な機兵部隊の名声ある役割が競合するためでもあった。戦車は機関銃の射撃から防御されつつ、 競合地帯の有志鉄線と他の障害を進む方法として最初にイギリスで開発された。戦車の機動力は少なくとも理論上では軍に敵前線を迂回進出する能力を回復するものであった。しかし実際には大部分の第一次世界大戦中の機候戦は機械の故障、限られた戦車の投入数、全体的な実用性不足によって妨害された。 イギリスのマークアイ戦車は1916年9月15日、ソンムの戦いで最初に実戦投入されたが行き詰まった残豪戦を突破することはできなかった。カンブレーの戦いではイギリスの戦車はより大きな成功を収め、ドイツ軍がヒンデンブルクラインに設けた残豪地帯を突破した。ドイツ軍の壊滅的な最後の攻勢の後、戦車は ソワソンの戦いとアミアンの戦いで用いられ、どちらも残酷戦が西部戦線で強いてきた停滞を終わらせた。第一次世界大戦の後、飛行船の技術的、戦闘競技的な面はより洗練され、競技場の考察としては複数の軍事学派に分かれた。1920年代、戦車の開発で提携していたイギリスとフランスの指揮官たちは新しい概念の発展をもたらした。 軍事学上の重要な分岐は、フランスとイギリスの同じ考えを持つ学派に生じた。フランスの軍事学派では、広く不評部隊を支援するための陛下となる、飛行部隊を提案した。要求されたのは、重装甲と不評支援用の手法を具備した戦車、それに加えて、大量投入により敵の前線を突破する、騎兵戦車であった。 第一次世界大戦での戦車運用を思い出させるものであり、対抗に見えるが、これは敵不評の防御の崩壊に期待せず、軌道の要素をもたらしたいという要望を含んだ戦闘協議を唱えるものだった。イギリスの学派は、より軽量で機動力のある設計に傾斜していた。これは、同等に機械化された不評と砲兵及び砲兵部隊を支援するためのものであり、 軍馬を用いる、機兵部隊を代替するものであった。こうした、自己重足的な機械化の分離整備は、戦車への依存を、主要な敵前線を突破する手段としてのみ、提供させるにとどまり、また、前世紀になされたように、連絡船と補給船を切断することによって、敵の敗北をもたらそうときとしていた。どちらの戦闘競技も、1920年代の走行車両は、 一般的に初期の路上を輸送において非常に信頼性に欠けるという現実に直面し持続した作戦行動に用いることはできなかった。イギリスのベージル・リデルハートは後半に気候戦とジョン・フレデリック・チャールズ・フラー大佐の理論について著述した。イギリスの陸軍省は実験機械化部隊の創設を許可し1927年5月1日、 R.J. コーリンズ大佐の指揮下に編成が行われた。この部隊は完全に自動化されており、偵察用豆戦車、装甲車、48両編成のビッカース MK、I 中戦車大隊、自動車化された、機関銃大隊、機械化された、砲兵連隊、および自動車化された、野戦砲兵中隊から構成された。砲兵連隊は完全に早期式の自走砲である、 バーチガンを装備し、従来のような法律として行動できるほか、対空砲陣地としても機能した。部隊は、ソウルズベリー平原で行動し、他の主要な国であるアメリカ合衆国、ドイツとソビエト連邦によって観察された。実力が認められたものの、部隊は1928年に解体された。ドイツを除く、主なヨーロッパの国々、またアメリカ合衆国と日本は、 1920年代後期に彼ら自身の実験的で機械化された部隊を創設した。それらの多くはフランスやイギリスの戦車設計を用い、または購入した車両を直接使用してさえいたが、これらは両方とも独自の戦闘競技を発展させるにあたって後半に参考とされた。1930年代初頭、ドイツでナチ党の勢力が増大した後、ドイツの士官たちが 気候戦の戦闘競技の観察と発達に参加するためにソ連へと派遣された。1930年代にはイギリス陸軍の騎兵部隊が馬から戦車への転換を開始した。イギリス空軍とイギリス海軍についてはいくつかの権限により好意的に取り扱われイギリスの軍事力が発展すべき点に相違があったものの少数の連隊以外は1939年までに 完全に代替された。1930年代初期のソビエト連邦では、赤軍とドイツ国防軍の士官たちが、戦車運用の開発を共同で行っていた。この際の戦車は、第二世代の車両であり、回転砲塔から主兵装を用いるもので、また、異なる車体の構成や、動力伝達装置が実験されていた。ここで赤軍が一つ獲得した重要なことは、 アメリカ人設計者 JW クリスティの影響を受けた T3 の車体の購入であると判明した。クリスティはソ連の快速戦車 BT シリーズの基礎的な設計に従事していた。ことに赤軍に深い影響を及ぼしたのはミハイル・トゥハチェフスキー元帥の理論的な仕事である。それはドイツの電撃戦に似た重心戦術であり、これに投入するための不評を支援する重戦車と、 快速の騎兵戦車の開発へと至った。またこの開発は、赤軍をして何千もの車両による巨大な気候力を作り出そうとする意図へと導いた。ヨーロッパは、さらなる対立へと近づき、気候戦の戦闘競技の発展は未だに、開発状態で、不評を戦争の主軸とする支持者の間では、意見が分かれていた。この論争は、 不評はより機動的な装甲部隊の支援兵下になるとするものだった。気候戦の運用が最も顕著に試験されたのは日ソ国境紛争における1939年のノモンハン事件の最中であった。ドイツ陸軍のティーガー・アイジュル戦車。1943年、クルスクの戦いで作戦行動中の写真現代の気候戦の戦闘競技は 第二次世界大戦直前の数年間に発達した。ほとんどの例では防衛線を突破する役割において戦車を不評の支援兵下とみなしていた。通常行われる戦争の基本的な鍵とは敵防衛線の特定箇所へ兵力を集中することである。それは弱点、または戦略、戦術、作戦行動上の優位をもたらす箇所である。兵力の集中は 特定箇所での公戦に際し、戦争の原則の一つである、数的優位を適用することで、勝利の機会を増大させる。この優位は、もし打倒に選択され利用されたならば、戦術的な戦闘、もしくは戦略的に勝敗を分かつ、決定的な戦いとなるような幾度かの作戦行動での成功への大きな機会を保障する。後にドイツ語では、 所定の箇所にこうした集中を成立させることをシュアープンクトビルドンと定義した。この後はヤクストデベロップメントオブエーセンターオブエフォートとなる。二条の敵対する防衛線を見る。双方は防衛線の長さと一致して、それに沿うように配される二つの不評部隊と二つの飛行手段から構成されるとする。数的に同等な攻撃側は二つの飛行手段を 防衛線の一点に集中させ、二個不評手段に防衛線の残りの場所を放置させることで勝利が可能である。敵防衛線を突破する機会を増強した後、前線を通過し、切断され二つの部分に分かれた防衛線の後方へ迂回する。さらに、数的優位をより少数の防衛側の側面攻撃に利用することで、防衛線の無傷な状態にある部分からの交代を彼らに、 強制するこの結果、突破が拡大される。防御側は、反撃を試みることができるが、どの点でも強力ではない。また、防御側による不評と戦車の連合をした攻撃は、不評のみの攻撃よりは強力であるが、手段が、戦線全体に広く展開されているということから、非常に強力なものではなくなる。また一般的に、戦場の残酷陣地下や、こうした、 反撃のために準備する野戦技術の要素から見て防御は攻撃より非常に簡単である。すべての戦争の主要な面はランチェスターの法則で知られているような単純な公式になる。この式はすべての条件が等しいとき、ある戦闘部隊と同戦力の敵部隊とが相互に接触すると戦闘部隊の相対的な戦力は部隊の兵員の数の事情になることを示す。 ここから2倍の数の戦車は相対的な火力が4倍になることが引き出せる。相対的なそれは友軍部隊の兵員一人につき敵側の持つ火力の総計である。他の言い方では友軍が敵の行動から受ける相対的な損害は4倍減らされるとも表現でき、これは上記の内容と同じことである。友軍戦車の絶対数が2倍であることだけでなく、 敵側の戦車の量は、両軍がそれぞれ保有するものを比較することによっても、およそ半減される。このように二個師団を一箇所に集中し攻撃することは、二個師団を戦場に展開し、戦線正面を前方へ押し上げて達成するよりも、はるかに強い攻撃力を生じさせる。戦力の集中では、機動力が要求されるが、これは敵が攻撃を受ける点を探し出して、 防御箇所を補強するのを防ぐためである。また、火力の集中は、戦闘において一度達成されると効果を発揮する。戦車はこれら二つの特性を具体化したことで、気候戦における主要な兵器となった。第二次世界大戦中に参戦したすべての軍隊の兵力は、主として、不評部隊と、他の支援兵舎である砲兵部隊、偵察部隊、工兵部隊、市長部隊、及び、 主形部隊から構成された。イギリスとアメリカ合衆国は両方とも戦争の終わりまでに完全に機械化しており、これらの国は除外しても、不評部隊は未だ軍馬による輸送に非常に依存していた。また砲兵も戦場での作戦時には馬によって砲を牽引した。戦略的な部隊の展開は鉄道輸送網によって行われていた。戦争前期イギリスとフランスでは、 気候部隊は陸軍に受け入れられていたが、しかし分業で運用されていた。いくらかは、不評支援兵器として、他のものは、機兵の役割を代替していた。こうして、イギリスとフランスの不評戦車は、重装甲となり、鈍重なものとなった。これに対して、イギリスの機兵戦車、巡航戦車は警戒であり、また貧弱な装甲という結果を招いた。しかし、 ドイツ軍のいくつかの戦車は独自の機動作戦のために設計された I 号戦車と通号戦車はまた汎用的な戦車となった。不評戦車と比較して軽量かつ相当に優れた機動性を持つがより貧弱な機関銃と装甲を施されていた。ためスペイン内戦で対戦車能力の不足から3号戦車と4号戦車が主力の座を譲るはずだったかが、 戦車自体の絶対数が不足していた。1940年、ドイツ軍の戦車は、イギリスの不評戦車と実際に戦わねばならなくなり、これらドイツ戦車は、激しい妨害を受けたものの、ヨーロッパ大陸からイギリス陸軍を追放して埋め合わせた。ドイツ軍の進攻が開始された時、フランスはより多数の戦車を保有しており、それらは、ドイツ戦車よりも1対1の状況では、 優れていた。しかしながら、当時の政府と陸軍は、マジの戦の意向を闇雲に信じ、戦車開発は二の次ということと、重要なことは、どのように戦車が用いられたか、であった。フランスの司令部は、不評支援のために、戦車の半数を、独立運用される、バテイランズでチャースでコンバットへ分割した。これらの戦車の使用は、地域の部隊指揮官の意思決定に拘束された。 1940年のドイツ軍司令部は、自軍の戦車を戦車手段へと集中し、これらを戦略的な包囲のために使用し、彼らの進撃路をフランス軍の防衛線の中に打ち通しした。そして海峡へと前進し、国家の兵団支援の中枢である連絡船と補給路を切断する脅威を与えた。このような攻撃に対処するには、起動できる対戦車戦力が予備に持たれるべきであり、 攻撃に応じられるよう動かねばならなかった。フランス軍には戦略的な予備兵力が皆無だった。フランス軍の三個騎兵装甲師団のように高度な機動力を持つ予備戦力はもちろんのことドイツ機構大隊との戦線において唯一の装甲部隊が組織されたが、これはすでにネーデルラントへ送られていた。これはドイツ軍の戦艦に対抗する上で 決定的なフランス側の失敗である。フランス軍の4個装甲不評大隊は戦略的に十分な機動力を書いていた。しかしこの作戦の後期には戦車の攻撃に対して強い抵抗力を示した新しい戦術が用いられた。これはハリネズミ防御と呼ばれた。しかしすでに被った損失のためフランス軍は全く反撃することができず最終的にハリネズミ陣地は ドイツ軍によって迂回された。北アフリカ戦線、第二次世界大戦中の第二次、エルアラメイン海戦にて、砲撃下に前進する、英軍戦車。北アフリカの砂漠では、イギリス軍が、装甲部隊や不評と砲兵が共に形成する、バランスの取れた、諸兵か連合部隊というような連携について、代わりとなるアプローチを開発した。ロドルフォ・グラツヤーニ・ケンスン率いるイタリア第1軍は、 装備の不足と行き届かない指揮のため、イギリス第8軍機下の連邦軍部隊のアプローチに対し速やかに駆使した。エルヴィン・ドンメル将軍の指揮下に置かれるドイツ・アフリカ軍団の到来は、イギリス軍のアプローチのいくつもの弱点を強調するものであった。静止して、統制のないイタリア軍部隊を攻撃するとき、各機構士団の不評と砲兵は少数でも十分だった。 しかし高度に起動し、よく統制の取れたドイツ軍部隊に対するには、人員不足の連邦軍部隊では、不十分であると証明された。ヨーロッパ大陸へ進攻を開始した、連合軍は、気候戦において、効果的に戦果を上げ始めたが、これは、戦争後期の数年のことである。1942年及び1943年、連合軍は一貫して、 北アフリカ砂漠での気候戦に負け続けた。理由は誤った戦術によるもので、ことに対戦者目的での気候部隊の配置の妨害へと陥ったことによる。戦前ソ連赤軍での戦車運用の発達は、トゥハチェフスキー及びトリアンダーフィロフのような召喚たちの実行した1930年代中期から後期の理論を基礎としていた。 この発達は二つの方向性を持つ概念の一部としてなされたものであり、一つは不評戦力を中心とする幅広の正面戦線、そして他に打撃軍があった。戦闘競技において不評戦力を中心とする箇所では、重戦車に不評法及び機銃を装備した強力な戦車、また軽量で機銃を持ち、しばしば水陸療養を求められた豆戦車が必要とされた。 打撃軍にあっては、重量級の方を持ち快速な車両である、起動できる戦車を必要とし、これは、自動車か部隊及び、機械化機兵部隊と連合して用いられた。機械化機兵とは、戦略的な機兵のように、戦線深部で活動しうるもので、また、発生段階だった空挺部隊を結合したものである。これらの概念は、プマイナス36、1936年の、 野戦行動規則で完成された。戦時の赤軍、第二次世界大戦が開始された時点の赤軍は、気候部隊を含む大半が過渡期にあり、1937年の商工団の大粛清と、1939年の冬戦争の結果からの回復を行っていた。赤軍の戦車軍団は、極めて巨大で、約2万4000両の車両から構成されていた。しかし多数が、 旧式化しており、また予備部品の補給の困難さと資格のある支援自民の不足から任務を果たすには不適当だった。戦車軍団のほぼ半数が戦争の最初の1ヶ月で失われた。赤軍の初期の戦略的撤退は副次的な任務へ気候部隊をつかせることとなった。だが戦前に行われた一つの重要な開発があった。それはソビエトの 飛行船の戦闘競技と戦車設計へ短時間に位置を占め、10年にわたって影響を及ぼした T-34 の出現である。クリスティーサスペンションを装備した車体で開発され、傾斜走行による被大軽視を最初に備えていた T-34 は、高所速の 76.2mm 戦車砲でドイツ軍に衝撃と脅威を引き起こした。 高期離体を用いる T-34 はまた、ドイツで設計された戦車が絶え間なくはまり込むような、劣悪な天候下の地形でも踏破できた。赤軍は、ドイツの電撃戦という戦略が成功したこと、また運用上の方法と戦術を評価した。そこで、赤軍は、戦争以前に開発された、運用方法の活用に戻るべきであると結論された。また本当に、 最終的に戦車軍は創設された。T-34 を補助する他の車両として、重戦車、自走砲及び駆逐戦車が設計された。第二次大戦中のソ連における戦略的な作戦行動では、多くの場合、ソ連赤軍の機構部隊が集中投入された。作戦は厳重な機密保持のもとで開始され、奇襲の原則が用いられた。 戦前及び大戦初期第二次世界大戦の時点でドイツ機構部隊は連合国の戦術及び運用上のレベルより最も非常に進化しより柔軟な戦闘競技を開発していた。こうした戦闘競技は戦略レベルの位置になかったにもかかわらず1940年フランス侵攻戦でドイツ軍が集結させた飛行師団は 戦略的に連合軍の防衛線を切断し、巨大な効果をもたらすよう用いられた。この戦闘協議の発展は、ハインツグデイリアンの著である、アハトゥンク・パンツァーの広範な影響下に行われた。また、ドイツの戦車兵舎は、不評や騎兵とは別個の、ポンテサートラップ、ポンツァーバッファーとして形成され、こうした政治的理由などの要因からも発展は、促進された。しかしながら、 1940年まで、ポンテサートラップは、強い影響力を持っていた、不評部隊によって、妨害を受けた。それは、戦車製造が低い優先順位しか与えられなかった、ことからも示されている、海戦時の資材割り当ては、第一が、弾薬、火器、工作機械であり次が、艦艇、航空機。戦車の優先度は3番目だった。また、この要因から、 1936年から1939年に、かけ、戦車は、不評部隊と、騎兵部隊の間で分割されていた。1942年、ロシアの東部戦線で不評を乗せて走る、スリー戦車グデイリアンは、他の将官の助力を得、純粋な不評部隊や騎兵部隊とは別個の、機構化された、諸兵か連合部隊を設立した。 戦車師団は単に戦車のみで編成されるのではなく、他の陛下を構成していた。最も注目すべき点は、半送機車両に登場し、輸送中に消火器の射撃から防御されている、機械化不評部隊、及び戦車の車体に野砲を搭載した、自走砲部隊である。こうして、戦車師団は完成し、戦闘部隊として、また、大量の対戦車銃を装備し、残豪にこもる、 不評部隊の強力な抵抗に対して戦車が突破を達成する際には味方不評の直接支援なしには高い代償が払わせられたがこの問題を克服することもできた不評部隊は戦車部隊の速度へ追従するには常に問題を抱えていたが今や彼らは飛行部隊と共に行動することができたしかしこの発展については機械化不評部隊の装備に 搬送機車両が不足していたために1941年まで妨げられた。理論的な手法を介しての徹底した研究、兵に演習及び訓練、またヒトラーの政治的な支援から気候部隊は自らのうちに装甲化された部隊は戦場での鍵になる部隊であるとの確信を作り上げた。この観点は1940年以前に存在したが、 しかし他の任務に就く兵下と共有されることはなかった。この戦闘競技の重要な部分は全戦車に無線機を装備することによる改善された通信網であった。またこの概念は大多数の戦車が操縦装置のレシーバーだけを持っていたことから技術的な限界に苦しめられた。戦術と戦闘競技の運用の優勢、加えて適切な戦略の遂行により、 1940年のドイツ軍はフランスにおける作戦で、装甲部隊、不評部隊、及び、砲兵部隊の量において優勢な敵軍を撃破した。電撃戦は十分な検討を経た、戦闘協議となった。しかし1941年の東部戦線では、当初劇的な成功を達成したものの、最終的に失敗を迎えた。対戦後期、第二次世界大戦後期、 ドイツ軍は主制に置かれた。対戦車戦闘において、パンター中戦車やティーガー2重戦車は強力な火力と装甲を持っていた。ティーガー I 重戦車は、迂回軌道によって弱点である側面や後面を撃ち抜かれる前に、4両から5両の M4 中戦車を撃破できた。しかし連合国軍機構部隊の猛攻は、数両において特に優勢だった。号を掘って、 戦車を中へ入れるダグイン戦術のほか、ドイツ側は旧式化した戦車を駆逐戦車へと転換した。基本的にこれは、砲塔のない戦闘車両であり、より重量級の方、そしてしばしば重装甲を備えていた。スリーゴー突撃砲のような車両は、ドイツ軍の戦車より多数配備され、ヨーロッパの戦場において、多数の連合国軍戦車を撃破した。こうした車両は、 小型の無反動砲であるパンサーファウストや対戦車お及び対戦車地雷を付設した地帯によって防備を固めた対戦車班の投入を含む非常に効果的で広く用いられた対戦車戦術の一部を構成した。ではあるが、これらは電撃戦の戦術を成功裏に用いることを非常に難しくした。アメリカでは第一次世界大戦時に アメリカ合衆国戦車軍団が設立されていた。この部隊はフランスのルノー FT-17 系戦車、そのコピーであるロットンモデル1917戦車、またイギリス製の戦車を装備した。この戦争からはドワイト・ディ・アイゼンハワーとジョージ・パットンのような幾人かの将官が台頭した。彼らは当初、継続的で熱心な支持者として現れ、 アメリカの総攻兵力を発展させた。しかし部隊が急速に削減されたこと、また無関心さや反感が戦艦機の戦力の創設と準備に向けられ、1920年代から30年代のアメリカでは気候戦の戦闘協議の発達が相対的な停滞へと至った。1920年代から1930年代の後期を通じ、 実質的にアドナー・アルチャー・フィージュニアだけが気候戦の将来を擁護し、戦闘競技、装備、適切な訓練方法の開発を行った。アメリカ陸軍は常にフランス陸軍がヨーロッパで最高の陸軍であると考えていた。これに従って南北戦争時のアメリカ陸軍はしばしばフランスの制服をコピーしており、航空機とルノー FT のような戦車も真似て作られた。 1940年、フランスがたったの6週間で制圧されたことに、アメリカ陸軍は衝撃を受け、1939年のポーランド侵攻として知られる、ドイツ軍戦車の作戦行動と、その影響を再考することとなった。しかし1940年まで、装甲戦闘陛下は設立されず、装甲部隊が生まれたのは1940年7月10日となった。司令部、 装甲部隊及び指揮部隊、これらが第一装甲師団として、フォートノックスで設立された。1940年7月15日、機械化された第七機兵旅団が第一装甲師団として編成された。フォートベニングの不評戦車部隊であった第七暫定戦車旅団、これは第二装甲師団となった。戦車大隊はメリーランドにあるフォートミードで編成された。 そして小規模な装甲部隊学校も設立された。アメリカでの一般的な戦闘競技の概念とは、電撃戦と呼ばれている、戦争の新しいシステムの一部として、戦車が大胆に使われたということだった。装甲兵力を担当したジェイコブエル・リバーズ将軍の指揮下で、諸兵か連合部隊が、不評、砲兵そして戦車を主力として編成され、戦闘競技が開発された。その中で、 戦車は主要な機動力を持つ構成要素とされた。この競技の下で、装甲師団と総司令部霊下の戦車旅団、この双方のアメリカ戦車兵が、戦車の交戦では、戦車で戦車と戦うことを教育された。装甲部隊の兵員は、戦争中も戦争後にも、不評部隊を非難した。これは、不評側が、総司令部の戦車旅団を完全に、不評支援用として、 不評手段に割り当て、使用したことによる、砲弾を搭載する M18 ヘルキャット。戦車を駆逐する車両として設計されたアメリカの諸兵科連合部隊は、航空支援、砲兵、砲兵、そして戦車を補強する戦車駆逐車の概念を含んでいた。この戦車駆逐車は、陸軍地上兵力の本部長であるレスリー・ J ・マクネア、将軍と最も密接に関連したものだった。 ドイツ軍の初期の成功に学んでいたマクネアは、アメリカ軍がフランス陥落の再現のように、アメリカ軍を迂回し、孤立させて弱体化させる、敵兵力の高速軌道と直面するという確信に至っていた。敵の電撃戦に対処するために、マクネアは、牽引式の対戦車砲を付与し、不評に携帯式のバズーカを備えることで、アメリカ不評手段の有機的な対戦車能力の、 改善を試みた。また、機構部隊の襲撃と進出を止めるために、高機動力と高火力を施した戦車駆逐大隊が複数編成され、奪還と反撃に投入されることとなった。この考えでは、ドイツ軍の持つパンター戦車やティーガー戦車は、従来の戦車が引き受けることができ、またそれらの速度と機動性は、側面攻撃や迂回進出を行うには不十分であって、 戦闘の可能性はないと信じられていた。アメリカの利益は、少数の信頼性に欠ける重戦車より、信頼性に優れる、大量の抽戦車によってもたらされるとも見積もられた。従って、M26 パーシングのような、アメリカ製重戦車の量産を遅らせ、大量生産中の M4 抽戦車と M18、ヘルキャットのような戦車駆逐車に資源を集中させる、ことが決定された。 シャーマン中戦車はドイツ軍の重戦車より劣っていたことからできる限り対戦車戦闘を避けねばならず戦車駆逐車に敵の戦車が任された。反撃という位置を占めるには戦車駆逐車は高速でなければならなかった。利用可能なエンジンで要望された機動力と俊敏さを成立させるため防御走行が犠牲となった。一定の防御は 臨象性及び敵が一撃を与える前に敵を撃破できるという期待からもたらされた。これらの車両は 76.2mm 砲を装備していた。戦車駆逐部隊は現代的な相談灯付け鉄鋼弾の原型を装備して編成されたが、この砲弾は戦車駆逐車の手法を後継の単純な比較から暗示されるよりも非常に強力なものとした。 しかし実戦でのドイツ軍は自由かつ流動的な方法での高速戦闘は不本意であり実行もできなかったためアメリカ軍は反撃に転じえなかった実際のドイツ軍は守備的な待ち伏せ戦術を採用し対するマクネアの戦闘競技はアメリカ軍戦車がドイツのものより弱火力の手法を持ちより脆弱な装甲防御になるという結果へ導いたまた ノルマンディの地形の多くは限定的で狭苦しく、この中ではアメリカ軍戦車はドイツ戦車との1対1の遭遇を避け得なかった。日本の戦闘協議は主としてフランスの概念を用いたが、いくつか純粋に日本が作り出した要素があった。日本の海軍力における軍艦建造の優先順位のため、また軍部間のいくつもの確執から、 大日本帝国陸軍は戦車に軽量な装甲を施した。参謀本部では車両を軽量化して数量を揃えることを主眼とし、これに対して戦車を実地に運用する部隊側は多様な局面で使える防御構造を支持した。日本の戦車は1930年代の大部分の飛行部隊と同様手法が小口径だった。 95式軽戦車の 37mm 手法、97式中戦車の 57mm 手法、47mm 手法である。日本陸軍の中国戦線における戦車の使用法は、彼らの協議を示している。軽戦車は偵察、捜索、または起動する不評支援兵器として投入され、中戦車は不評の支援、または戦線深くの目標へ突撃した。 しかし、全体的に一段となって戦うことはなかった。戦闘競技としては、不表示過境を主としたが、中国大陸の実戦ではしばしば戦車部隊が独立して突入し、戦線深くへ侵入している。中国側部隊の装備は、小銃と機関銃、手榴弾、地雷程度であり、対戦車戦闘能力に劣った。日本軍では一時期、 諸兵家連合による現代的な気候部隊が編成されたものの、1937年の実戦では陸軍上層部が不評自家境の運用をし、気候部隊としての価値を弱体化させたため、進化を発揮せずに終わった。1940年、東部山岳地方での戦場では、不評との自家境が要請され、編成には戦車団が採用された。 戦車団における戦術としては以下が採用された。戦車部隊はソ連軍の前線に直接投入せず、まず砲兵によって弱体化を図るか、奇襲によって突破されるとした。戦車部隊は第2戦以降の連続的な突破に投入される。目的は不評士団の誘導、また砲兵火力の補助であった。また当時の急速な気候下の趨勢から、 戦車部隊の防御も意識され、延滞による陣地化が有効とされた。さらに師団捜索隊が編成された。この部隊は、平原での戦闘を担当する、不評師団に設立されたもので、運用は以下のようなものだった。師団捜索隊は、随反不評と共に起動し、攻撃、要点の占領を行った。しかしながら、しばしば不評は、 機動力の欠如から不戦分離を招いた。乗車不評が一度降車すると、戦車の軌道についていけなくなったためである。また、地形、積雪によっても大きく機動力が減じ、早期貨車の必要性が指摘された。1942年になると戦車団は解体され、飛行軍が新設された。これは、戦車団と師団捜索隊を統合したものであった。 気構軍の編成は、戦車二個師団を主力とした。戦車師団内部には、砲戦車中隊、整備中隊、不評連隊、速射砲隊、砲兵連隊、防空隊、工兵隊、整備隊、市長兵連隊が含まれていた。大規模な気構師団であったが、昭和18年から20年にかけて戦局が悪化し、戦車部隊が次々に南方へ転用された。また、 公戦車中隊は未完成であった。こうした状況下で気候群は実質未完成のまま敗戦を迎えた。この時期の気候群の運用は不評の自家境よりも機動力による敵の打破を起としたものに移行している。気候群の運用は敵第一戦の突破後に後方陣地を強襲、また敵機構部隊との逆襲に対して阻止を行うものとされた。集結に際しては 不評部隊の後方へ位置し、前進を準備、夜間に戦場へと起動することが求められた。日本軍の戦車部隊の起動力は、地形、気象、道路条件、昼夜など時間帯により異なる。昼までは時速1 2トルから1 5トル夜間では無投下で時速4トルから5トル1日では1 0 0トル前後を移動した。 小部隊では 200km を起動できた。戦闘では戦車連隊は2戦配置され、砲戦車中隊は第1戦の後方に配置された。砲戦車の役割は対戦車砲と拠点を撃破することだった。体系としては4両の小隊が縦 10m、横 5m の肘形を取り、各小隊がさらに縦 100m、横 50m の肘形を組んだ。 軽戦車3両がその中央に配された。戦車を支援する用途で作られた一式砲戦車。フィリピンでは対戦車戦闘と火力支援を行った。気候作戦用務所は1942年9月に発布され戦闘協議を以下のように規定した。最終的に日本の気候戦協議は戦車を諸兵家連合の主力とし、機動力と火力によって、 敵陣地を突破し、野戦軍を包囲撃破する者へと移行した。しかし、この戦闘協議は、機動力によって敵後方へと突破し、補給戦、または連絡戦を切断して、敵司令部の決定的な麻痺を招き、勝利をもたらすものではなかった。これは、電撃戦の本質と異なる、日本陸軍独自のものだった。 戦闘日本に最初に戦車が導入されたのは1918年である。この時の車両はカンブレーの戦いで戦果を上げたマーク砲戦車であり、乗員は6名を必要とした。当時、日本の自動車体研究班は3名しか人員がおらず、操縦には別の隊に3名の協力を頼むという状況だった。1919から1920年には、 軍用自動車調査委員会で戦車の研究が開始されたものの、日本軍内部の戦車に対する理解は非常に浅かった。創設時代で研究されたことは、戦車の操縦技術、射撃、偽装、接敵、通信と連絡、偵察などである。使用機材はイギリスから輸入されたホイペット、フランスのルノー FT で、台数は総数5両程度である。この時期の訓練には、 イギリス・フランスの戦車争点が参考とされた。1921年、陸軍大学校では、第一次世界大戦の戦車戦術と戦士について3回の加害講義が行われた。この時期に戦車という名詞が登場する。この言葉は1922年の開校者記事論文中に登場し、これ以前はタンクや装甲車と呼称していた。しかし、 1923年から1924年頃、戦車無用論が砲兵を中心に出現した。理由は砲兵に対して、無価値であること、日本の工業力の不足、農村からの徴兵者には、取り扱いが難しいというもの、また中には、日本的精神に反するというものもあった。1925年5月、日本軍最初の戦車隊が編成され、 7月から8月にかけて戦車使用法案が編纂された。この中では戦車の任務を不評支援と規定し、戦車は不評と緊密に協力し、敵陣地の資金で火力を発揮、踏破するものであるとみました。ここでの戦車は不評の突撃を容易とすること、その後の戦闘を有利に導くことを目的としている。またこの目的を達成するにあたり、 戦車の排除するべき目標は、機関銃の制圧、障害物の破壊、敵の抵抗であるとされた。ここからは、機動力によって敵陣地を突破し、後方へ迂回するという思想的な発達は見られず、第一次世界大戦での戦車戦術の域を出るものではなかった。1927年、純国産の資生第一号戦車が完成した。 このような戦車設計の技術力向上を踏まえ、1928年春には、不評学校から戦車戦力の整備に関して意見が表明された。内容は三本立てである。これらを実現するにあたり、技術面と作戦面から大きな議論が交わされることとなった。1931年には89式系戦車が配備され始めたが、戦車の用法に関する研究は、 本格的なものにまで進まず、また対戦車線や軍の機械化という思想は、ほとんどの現役将校に理解されていない概念であった。1931年9月に満州事変が勃発し、日本軍戦車隊は不表示加強を主任務として行動した。追撃戦には機動的に投入されたが、いずれも小規模にとどまった。1932年に入ると、 戦車の戦術が対祖戦を意識したものへと発達を始める。戦車中隊が戦闘の単位とされ、大きな突破力を発揮するには、戦車連隊を集結することが規定された。ほか、陣地攻撃は不評に先行すること、主として敵陣地に配置された機関銃と交戦すること、遭遇戦での機動力を活かした要点のダッシュが挙げられた。またこの時期の日本陸軍は、 主要各国の軍機械化に影響を受け、機械化部隊の編成を施行した。満州事変中の1933年2月、臨時派遣戦車第一中隊は、熱火作戦に投入され、この戦車隊の主力は、河原停戦隊に配属された。戦力は89式系戦車11両、92式重装甲車2両である。この戦車部隊には、 自動車化した不評が連合した。2月27日から3月4日に3 2 0キロメートルを起動した。進出地点は朝日、両元、平泉、最終目標である正徳である。ただし89式系戦車は最大速度が 25km であり、トラックの毎時 40km には追随しきれなかった。中国側は対応できずに戦線が崩壊した。 1934年には自動車化された歩み、砲、公兵と戦車部隊を連結させた独立混成第一旅団が編成されている。1937年7月の作戦では、不評連隊、公兵中隊、公兵中隊と戦車大隊が行動した。内戦車戦力は89式中戦車が12両、95式軽戦車13両、94式軽装甲車、 重量である。しかし運用の失敗から、混成旅団は成果を収めなかった。これは、気候部隊として編成された部隊に対して、上層部が、不表示架橋を敷いたためである。戦車大隊や砲兵中隊は分離され、不評旅団の支援に別個に投入された。旅団は細かく分解されて、各方面の部隊に配属され、集結使用されることがなかった。また中国側は、 この戦闘で、ラインメタル製の 37mm 対戦車砲を投入、89式中戦車が撃破された。この失敗から、機構部隊は意義のないものと評価され、部隊は解散された。他、独立戦車大隊による戦車の機動力を生かした、作戦としては、助手回戦での老海戦車団、観光での港北追撃戦がある。しかし、この時期の戦闘はいずれも、 本格的な対戦者能力を持つ兵力との交戦ではなく、走行防護能力と対戦者戦闘能力が軽視される要因の一つとなった。また、不表示家挙による成功は、機動力による突破と迂回という戦術よりも、より不評との支援を強め、不評兵器としての観点を強化した。ノモンハンでの89式抽選者、1939年、 日本陸軍はノモンハンでソ連の気候部隊と交戦した。3ヶ月続いた戦争の間に日本軍の気候部隊はソビエトの戦車に対する彼らの脆弱さを露呈した。日本の敗北という結果は帝国陸軍内に生まれた一連の不満を将来の日本の気候部隊の改善点に取り入れるよう促した。日本戦車の弱点とは弱火力と軽装甲であった。 ノモンハンに投入された戦車戦力は戦車第3大隊と戦車第4大隊の92両、さらに1個自動車か野放大隊が配属された。しかし、連隊の戦車兵力の約4割はソ連側が巧みに偽装して配置した 45mm 対戦車砲と BT 戦車に撃破された。戦車第4連隊の砲手からは敵戦車に 戦車砲の直撃を加えても引かれることが報告された。一方、最終的に戦車第3連隊の戦力は75%まで回復し、また戦火としては、戦車32両撃破、装甲車35両撃破、戦車重量両捕獲、装甲車重量両を捕獲したとする報告がある。また戦車第4連隊は7月2日の夜間戦闘で、 雷雨という気象条件から奇襲を成功させ、下砲十二門、戦車走行車合わせて十両、トラック約十両を撃破した。これらの不満の中には、戦車の装備を中止して対戦車砲を装備するべきで、あるとの極論も生じたが、1940年以降の日本陸軍は飛行部隊の拡張へと再び転じた。これは、満州に戦車部隊を二個師団、共同旅団を作り、 北市に戦車1個師団を設立しようとするものであった。太平洋戦争が開始され、1944年の夏以後、これらの部隊はフィリピンと本土へ送られることとなった。1941年までアメリカ合衆国陸軍の戦車部隊は M2A4 と M3 スチュアート系戦車から構成されていた。しかし、日本陸軍とアメリカの系戦車を相互に、 比較するならば、これらの車両は1935年に開発された95式軽戦車より5年ほど新しい。第二次世界大戦中の両軍の局面において、密林での作戦行動の間、これらの車両は、各々の軍隊のために、表面的にはよく機能した。対戦末期に試作された5式中戦車。しかし全ての機構部隊と同様、整備は繰り返される試練であり、 熱帯の環境ではことに悪化した。大日本帝国陸軍と海軍陸戦隊の戦車が敵と交戦した時、これらの部隊は隠蔽された、対戦車兵器、あるいは敵戦車の圧倒的な投入数によって速やかに撃滅された。従来、日本は海軍力による国家であり、生産を軍艦に集中させていたため、装甲車両の開発には、 低い優先順位が付されることとなった。そしてこれらの車両は戦争後期の数年で速やかに旧式化した。戦争の初期の段階で、より重量級の外国の戦車に対抗できる戦車がいくつか設計されていたが、戦争終了に近い時期に少数が生産されただけであった。これらは予備に放置され、また日本本土を防御するべく配備された。フィリピン、伊王島。 沖縄など、対戦末期の日本軍戦車隊の戦術は、機動力を用いるものではなく、陣地防御に徹するものだった。こうした戦闘では、以下のような戦術が取られた。戦車連隊には作業隊が付属され、連隊を構築する。制空権がない状況下での作戦のために前進には、夜間が選ばれた。さらに、敵戦車の側面、後面に対して砲撃が行える。 呂日網が設計された。攻撃に際しては、戦車部隊単独での攻撃を避け、不評、砲兵と共同で逐次に陣地を攻撃し、突破するよう改められた。戦時中、中華民国の国民革命軍では、第200師団が国家の持つ唯一の機械化された師団だった。第200師団では、イタリア、ドイツ及び、 ソビート連邦から取得した戦前の戦車を使用した。装備車両は、ルノー FT-17 系戦車、ルノーウェ、アムール ZB 系戦車、CV-35、I 号戦車、SD-KFZ-222、SD-KFZ-223、ビッカースロットン戦車、ビッカース水陸両用戦車、カーデンロイド豆戦車、ビッカースチュードラゴン砲兵牽引車、 ビッカースケドラゴン砲兵建員車、ユニバーサルキャリア、M3A1 スカウトカー、T-26、M3A3K 戦車、M4A4 中戦車、GMC トラック、など。冷戦の数十年の間、当地中海地域のイスラム諸国とイスラエルの対立は、特に気候戦の試験場の役を果たした。アラブ諸国とイスラエルの両陣営とも、 一連の紛争で戦車と他の走行車両を徴用した。1973年の第四次中東戦争まで良い戦術と部隊の団結のためにイスラエルの気候部隊は一般的に優勢だった。しかし戦車部隊と不評の共同は欠けており問題が生じた。第四次中東戦争中かなりの数の単独行動中だったイスラエル軍戦車が 対戦車ミサイルを持つエジプト軍不評によって撃破された。これは極端な例であるが第二次世界大戦以後かなり徹底して記録されたことの例障である。それは互いの強さを利用し弱点を最小にするべく連携することで戦車部隊と不評は最もよく働くということである。多くの紛争において 不評部隊が戦車の後部に登場しているのを普通に見ることができる。彼らは飛び降りる準備を整えており、必要な時に支援に当たれる。不幸なことに、現代の戦車設計の多くがこの後部を常に危険なものにしている。例えば M1A ブラムスでは、ここに熱い排気ガスを出し、付近の不評は自分の立ち位置に注意しなくてはならない。戦車は、 良好な照準を行った法律に対して非常に脆弱になり得る。よく統制された航空支援と大砲挟ません能力を備えた部隊はこの問題の克服について支援できる。誘導ミサイル第二次世界大戦中やそれ以前の戦車を撃破する試みは従来高所速の過砲を用いてなされていた。これは 第二次世界大戦以後の時期になると、装甲の防御能力が向上したこと、戦車の機動力が増強されたことから、ますます難しくなったことが明らかになった。戦車を撃破しようとするもう一つの方向性は、この時点で世界最大の気候群を保有していた国であるソビエト連邦からもたらされた。ソ連の兵器設計者たちは、ほぼ全ての不評部隊の兵器に、 対戦車能力とその方法を幾種類か具体化するように努力した。1960年代に設計配備された蛍光型の対戦車優先誘導弾。これらは不評でも運ぶことができ、また新規に開発された BMP-1 不評戦闘車から発射された。1973年、イスラエル陸軍は優先誘導弾が多数戦場へ出現したことの 重要性を予見することができなかった。数百機の AT-3 サガー、不評の傾向できる対戦車優先誘導弾がソビエト連邦からエジプトへと供給された。この兵器は、普通の不評が包括的な訓練を行うことなしに運用でき、イスラエル戦車に重大な損害を負わせた。それ以来、対戦車優先誘導弾は、 イスラエル陸軍内でも重要な役割を演じ、より進歩した国産型ミサイルであるスパイクが開発された。このミサイルは世界中へ広く輸出された。2006年のヒズボラとの戦闘において、イスラエルの不評部隊と対戦車ミサイルを装備した敵の部隊が交戦したとき、ヒズボラは行動中の戦車に数発の命中弾を与えて簡単に撃破できた。 この際のミサイルはロシア製のタンデム弾頭を装備した最も先進的な QM133 コルネットのような兵器だった。対戦車誘導弾が用いられる時代に戦車が単独運用されることにはいくつかの厳しい弱点があることが強く示されている。ヒズボラとの交戦による重大な損失に対応し、ラファエル・アドバンスト・ディフェンス・システムズは イスラエルエアロスペースインダストリーズと協力して、戦車用のミサイル防御システムを開発した。これは、トロフィーと呼ばれ、対戦車ミサイルを迎撃し破壊するものである。2011年3月1日、この兵器は、戦闘において成功裏に展開され、ガザ国境での交戦中に、対戦車ミサイルを迎撃した。冷戦期の間、北。 大西洋条約機構では、ヨーロッパでの従来型の地上戦において、飛行船が最重要な面を持つとみなした。軽戦車の運用はほとんど停止され、重戦車も、また大部分が断念されたものの、中戦車の設計開発は、走行都市兵装の大型化からより、重量のあるものへと発展し、その結果は、主力戦車となった。第二次世界大戦中には異なるタイプの戦車が、 存在したが主力戦車はこれらの戦車の機能の大部分を兼ね備えて作り出された。NATO の気候戦協議はほとんどの部分が防御的なままであり核兵器を抑止力として使用することに支配されていた。冷戦時代を迎えた大部分の NATO 加盟国はかなりな数のアメリカで設計された戦車を自軍部隊に保有しており NATO の主要加盟国間では 将来の戦車設計に関して相当程度の意見の相違があった。ミサイルを主兵装とする MBT-70 はドイツとアメリカが共同で実験したものの放棄された。アメリカが基礎設計を行った M26 パーシングは M60 パトン主力戦車にまで発展した。この後1980年代に M60 はガスタービンエンジンを装備する。 M1 エブラムスへと代替された。イギリス陸軍もまた第二次世界大戦の戦車設計を保ち続けており、高い成功を収めたセンチュリオン戦車は1970年代になるまで完全に代替されなかった。1960年代、西ドイツのドイツ連邦軍では戦車の自主開発を決定し、1970年代にレオパルト1を作り出した。これは、 いくらか軽量な設計がなされていた。本社はドイツの戦闘競技にのっとり、速度を走行防御よりも重視していた。フランスの設計した一連の AMX 戦車も、また機動性能を防御よりも重視していた。21世紀の最も先進的な西側主力戦車は、強力なエンジンを備え、大口径の1 2 0ト、mm、ル手法と複合走行を備えている。 ワルシャワ条約機構の重大な7つの脅威、ワルシャワ条約機構の機構戦協議は、ソ連陸軍での発展に多大に影響されている。彼らは、第二次世界大戦中に発展した、既存の戦闘協議を、核兵器の用いられる戦場にも用いることを、追求した。こうした動機は、1960年代初期、機構部隊とそれを支援する陛下にとり、 いくつかの重要な発展に至った。その一つは、第二次世界大戦で投入された機械化機兵グループが、冷戦では、作戦機動グループへと移行したことである。この部隊は、NATO の防御を深く貫通し、その突破を利用するために構想された。これは、1930年代にまで遡る、重心戦術理論の最高点であった。1964年、 戦車設計上の重要な進展がソビエト連邦で達成された。T-64 は初めて自動装填装置を採用して量産されており、戦車の搭乗員数を3名に減らした。この形式の車両の後、T-72 後期型と T-80 戦車はさらに変革をもたらした。それは誘導ミサイルを戦車砲弾に混載し、通常の戦車砲から、 対戦車誘導弾を打ち出すことを実現したもので、飛行船に影響を与えた。ソビエト連邦はまた、2種類の主力戦車を運用する国家の一つであった。高性能の T-80 と、より低性能な T-72 である。現代的なソ連戦車は 125mm 格好砲を典型的に備えている。ソ連戦車の工場には射撃管制装置。 エラによる強固な装甲防御、及び防御用迎撃装置。例としては、シトラ -1 やアレーナのような装備が含まれる。冷戦終了までに生まれた最も先進的な、ソ連戦車は T-80U である。この車両は、M1A1 と同様、ガスタービンエンジン、進歩した射撃管制装置、強固な装甲そして火力という特徴を共有する。 不評戦闘車は1960年代にソビエト連邦の BMP-1 として初めて開発され核兵器の使用が予想される戦場で戦車を随伴させての不評支援を最初に可能なものとした。T-64 と BMP-1 は自走砲部隊やより重要なことに2-24戦闘ヘリコプターとも連携した。 1970年に量産に入ったこの回転翼機は対戦車ミサイルを発射できフライングタンクとして理論が考案された。ソビエト連邦内部で知られているソ連軍戦車部隊とは気候部隊、装甲訓練連隊及び各種組織と部隊を含むものである。M113 装甲兵員輸送車はベトナムの地形の下で敵軍に対抗しその有効性を証明した。 1968年までこうした装甲部隊が展開されることは稀だった。これらの車両はすぐに地雷と RPG とによって反撃を受けたものの M113 は戦争中ずっと任務を果たし続け、主として不評戦闘車に転用されてアキャブとして知られた。また、軽戦車としても機能した。より重量級の武装した不評戦闘車。 例えば M2 ブラッドレー不評戦闘車は M113 の戦訓を基礎としている。ガントラックもまた輸送車列を防護するため走行途方を M35 トラックに装備して生み出されたものである。1968年に共産側の勢力は主としてソビート連邦の生産した PT-76 を配備した。1971年。 より大型の T-54 中戦車が出現し、これらは M-72 ローロケットやベトナム共和国陸軍の M41 系戦車より大型の M48 パットンによる試験を許すこととなった。1969年1月、アメリカ陸軍の騎兵部隊は彼らの保有する M48A3 パットンを M551 シェーリダンへ代替し始めた。シェリダンは 装甲空艇偵察戦闘車両と目されていた。1970年には200両以上のシェリガン空艇戦車がベトナムで運用されていた。陛下連合部隊の M1 エイブラムス戦車、M2 ブラッドレー不評戦闘車、及び断裂の補給車用湾岸戦争時の前進の様子。車体を遮蔽した位置につくルックレール戦車。 応答下の位置で指揮官が観察できるようになっている観測用ペリスコープに注目。戦車はほぼ単独行動を取らない。通常、最小の部隊編成は戦車4または5両からなる小隊である。アメリカ陸軍または海兵隊において正体は士官に引きられ中隊を構成する。正体の各戦車は相互に支援を与え合って働く。 二両が前進するならば、その間、他の車両は援護する。その後に停車して援護を行い、残った車両は前進する。通常、複数の正体は機械化不評と共同し、敵前線の弱点を突破するために、彼らの機動性と火力を利用する。この役割には強力なエンジン、走行装置と砲塔が役立つ。砲塔を全周旋回させられる機能は、 招待内及び招待同士での連携した行動を可能とする。複数方向からの攻撃に対抗し、防御する間、部隊と車両は停止や徐行を行うことなく交戦する。出生にあるとき、これらの部隊は配置された場所で待つか、遮蔽物としてどんな自然の地形、例えば小さな丘でも利用する。丘の頂上のすぐ後ろに位置する戦車は、 砲塔の最上部及び手砲とセンサー群だけを敵にさらすこととなる。これは、ハルダウンと呼ばれ、丘の向こう側の敵と交戦できている間、最も直撃の可能性が小さい目標となる。最新の運動エネルギー弾はほぼ水平な弾道を描くことから、戦車は通常、水平位置より下へと手砲を下向けることができるようになっている。こうした構造なしには、車両は、 このような遮蔽された位置を取ることができない。しかし丘の頂上に戦車が達すると即座にこの車両は薄い床面の装甲を敵の兵器にさらすことになり得る。戦車の前周に配置される装甲は均一の厚みではない。典型として前面装甲は側面や後面よりも厚く配される。そこで通常は常に敵に正面を向けることが行われ。 戦車が退却するときも向きを反転させる代わりに後退が用いられる。後退して敵から離れるのは彼らの方へ進むより安全である。戦車が前進して他の隆起を越え全面装甲を空中へ突き出すと底面の薄い装甲がさらされる。また手法の不覚の限界を越えることで目標を捉えられなくなる。戦車の離体、天輪、また干渉装置は 走行された車体の外部にあり、いくつか、ある弱点の中で最も弱い箇所である。戦車を無力化する、最も簡単な方法として、離帯を損傷させて、機動力を奪うこと、外部を観測する機材に障害を与えて、搭乗員が外を観察できなくすることが挙げられる。戦車が故障を起こせば、撃破するのは容やすくなる。サイドスカートが重要な部分となる理由は、この部分が、 重機関銃の威力を弱め、また、整形作薬団の新管を発火させて、走行装置に直撃できなくするためである。他、戦車の典型的な弱点としては、吸気口やラジエーターの配置される、機関室上面、砲塔と車体を接続する箇所である、ターレットリングが挙げられる。防御的に用いられるとき、戦車はしばしば号の中に置かれるか、また防御力向上のために、 土手や包みの後に配置される。戦車は、自らの防御箇所から2、3発の砲弾を発射でき、それから、また、ゴや包みの後ろにあらかじめ備えておいた、別の配置へと交代する。こうした、防衛箇所は、戦車の乗員にも作られるが、もし公平とブルドーザーを準備できれば、彼らが設営した方がより良く、早い。頭上の防御物については、 かなり薄いものであるにせよ有効であり得る。これは、砲兵の放つ砲弾をかはやに撃発させる助けとなり、上面走行が最も薄い戦車にとり、相当に致命的な上面への直撃を避けられる。戦車の搭乗員は、できる限り彼らの車両の防御力を増す、数多くの方法を探そうとする。戦車は、通常、砲弾を装填した状態で戦闘に入る。これは、 敵と遭遇した際の反応時間を最短にする。アメリカ軍の戦闘競技ではこの砲弾を鉄鋼弾としている。敵戦車と遭遇した時に先制の砲撃を加え、また可能であれば先制して撃破するには反応時間は最重要である。もし兵員や軽車両に遭遇した際には理想的ではないにせよ、普通の対応として装填済みの鉄鋼弾が放たれる。 薬室に装填済みの砲弾を抜けたませることは困難で時間を使う作業である。この状況では鉄鋼弾を発砲した後に対戦車榴弾が装填され戦闘が続行される。紫外線での戦車は壁を崩し重量級から重量級の機関銃を多方向に同時発射できる能力を持つことから決定的存在であり得る。しかし、 戦車は紫外線で特に弱体化する。敵不評にとり、戦車の後輩から奇襲することがよりたやすくなり、または側面から攻撃できやすくなる。これらの箇所は戦車の弱点である。加えて高層建築物から打ち下ろせば薄い砲道上面を射撃でき、火炎瓶のような初歩的な兵器でさえそれが可能である。もし機関室上面の空気吸入口を狙えば、 戦車は無力化される。このような限界に加え、友軍兵力、または市民が近くにいる可能性のある場所では、戦車の火力が有効に発揮できず、市外の制圧に用いることが難しい。QK33 オーサーは6機の地対空ミサイルを備え、低空の対空防御用に用いられる。戦車、また他の装甲車用は、いくつかの理由から、航空攻撃にもろい。 一つには、車両が容易に索敵できるためである。金属はレーダーによく反射し、また変態を作って行動している時には、特に明瞭となる。また走行中の戦車は大量の熱と騒音を作り出し、陣愛を巻き上げる。熱により、車両は赤外線前方監視装置で容易に観察できるようになる。また巻き上げた陣害は、日中の視界で良い手がかりとなる。 他の大きな理由としては、大部分の装甲車両は、砲塔や、機関室上面の走行が薄く、攻撃ヘリコプターや、対地攻撃機器の打ち出す対戦車誘導弾がそれら、車両の上面らに直撃すれば、小型の弾頭であっても、致命的である。小口径の機関砲、機関銃であっても、戦車の機関室上部や、後面の装甲を貫通するには十分強力となる。 A-10 攻撃機が装備する g ウ8機関砲の近接写真。ある種の航空機は装甲車両の攻撃用として開発された。ことに注目できるのはフェアチャイルド社のリパブリック A-10 サンダーボルト2である。本機はより空力学的に配慮された軍用機と対照的な形状を持つことから。本機は数種類の異なるミサイルと爆弾を装備でき、その中には 対戦車兵器であるエイジム六十五マーベリックが含まれる。本機の主兵装はガウマイナス八アベンジャー三十ミリメートル機関砲である。ガットリング砲形式のこの機関砲は分あたり三千九百発の劣化ウラン製、鉄鋼弾を発射できる。A-10 は低速、低高度飛行が可能で、また本機自体が飛行できる走行された乗り物である。パイロットの 全周囲はチタニウムで走行され、フレームは 23mm 口径の鉄鋼弾や、高性能榴弾の直撃から生産できる。また航行システムには3重の上調性が確保され、機械的な機構には予備として2重の油圧系統がある。ソビエト連邦における同種の航空機には、SU-25 が挙げられる。R-64 アパッチは、 戦闘車両を撃破するために設計された攻撃ヘリコプターである。同様に数種類の攻撃ヘリコプターは主として敵走行車両と交戦するよう設計された。例としては R-1Z、バイパー、R-64 アパッチ、R-2 ローイファルク、ユーロコプターティーガー、カ -50 ブラックシャーク、ミ -28 ハボック、そしてリンクスが挙げられる。 ヘリコプターは多くの理由から走行車両に対して非常に効果的である。R-64D ロング棒はパッチを例とすれば、本機は改良されたセンサー群一式と並走システムを備え、また AP、APG-78 ロングボをカき、完成レーダードームをメインローター上に装備する。しかしながら、ヘリコプターは地上からの消火器の銃撃に非常に 脆いことが判明し、当初攻撃ヘリにはリフられていた大部分の任務は代わりとしてより重装甲の施された A-10 が実行している。航空攻撃の脅威はいくつかの方法で対処が可能である。一つは制空権であり、アメリカ軍が最も頼りとするものである。これはアメリカ軍独特の気候部隊に随行し、効果的で機動力のある、 短距離対空車両が欠如していることから示される。他国の大部分は、自軍機構部隊に高い機動力を持つ、自走式対空砲を伴わせている。これは、ドイツのゲパルト自走対空砲や、または、ソビエトの 9K-22 ツングースカのような、車両である。また、ソ連の 2K-12、9K-33、9K-37 のような、短距離。 中距離地対空ミサイルシステムが備えられるほか、QK22 ツングースカを例にとれば、この車両は QM311 地対空ミサイルの発射部隊となるなど、両者の機能を一つの車両に統一するようになった。戦車の主兵装から発射される対空砲弾の運用能力は長年にわたって増強されてきた。一例としては、T-90 の発砲する HE フラッグは、 レーザー測距儀によって調停され予定の距離で起爆する。気候船は機械面でもまた平坦面でも集中的で広範な支援組織を必要とする。走行戦闘車両は同様な地形のもとでもこれらの車両を支援して稼働できる走行された車両を必要とする。こうした支援車両は軍内部の適切な主体によって運用され、例としてはイギリス陸軍において 回収車両や整備車両はレメガ、また戦闘公平車両は RE が担当する。これらには以下のものが含まれる。早期された走行戦闘車両を高速道路で輸送するには重量級の戦車回収車が使用されるが、これは走行戦闘車両が不調を起こしがちであること、かつこれら車両の無限軌道が高速道路を破壊するためである。画像は XM1200 にマウンテッドコンバットシステム。これはアメリカ陸軍向けに開発が進められたがキャンセルされた。戦車が気候戦に必須であるとみなされる場合、部隊は戦力投射時の展開のしやすさと輸送を常に考慮しているが、主力戦車は通常こうした要素を備えない。航空、または海上輸送によって戦車及び戦車部隊の支援機材を運ぶには、 数週間を要する。若干の戦車と走行車両はヘリコプターで輸送するかパラシュートで空艇投下するか輸送機によって移動が行えた。最大の輸送機でも1両か2両の主力戦車の輸送が可能であるに過ぎない。より小さな輸送機では軽戦車や M113 のような走行兵員輸送車の輸送が可能であるに過ぎず、または 空挺投下が行えるだけである。従来の主力戦車の任務を引き受けられる空挺用の装甲車両を開発したいという願望は通常対戦車ミサイルを搭載した軽車両化、防護、装甲機動砲システムという仕様の車両となる結果を生んだ。これらは強力な手法と優れた電子標準機器の装備により敵より先んじて発見し射撃し、 撃破できる能力を備えることで、装甲防護能力の欠如を部分的に相殺するが、この概念は、第二次世界大戦中のアメリカ陸軍の戦車駆逐車と運用の点で同じである。使用にこうした考慮を払った車両には、スティングレイ軽戦車、AMX-10RC、ジェンタウロ戦闘偵察車などが含まれる。アメリカでの、そうした車両を開発しようとする計画は大部分が、 失敗した。例としては M8 走行法システム、また最も成功したものは欠陥を抱えた M551 シェリガン軽戦車である。これは当時としては革新的な1 5 2ト、mm、ル c l g p ランチャーを搭載することで従来通りの撃破能力を持つ空挺車両を生産しようと試みたものだった。紛争地帯でも従来型の主力戦車を 会場から揚陸できる余裕があることや、また乗員を空輸し、すでに配置済みの装備に合流させられることから、アメリカ合衆国では、こうした車両の必要性は、他の国々よりも低かった。イラクの暴動のような限定的な紛争の経験では、走行した車両同士で滅多に戦闘が起こらないものの、安全性の欠如から、軽車両に走行を施す結果となった。また走行輸送車や、 戦闘車両、また、戦車の投入では、待ち伏せや即席爆発装置に対する防護が繰り返された。そうした、新行戦の最新の経験は、ストライカー起動法システムという形で、走行法システムの様式を持った車両をアメリカ合衆国へ復帰させることとなった。ありがとうございます。